スタンリー・エリック・ラインハートはアメリカ合衆国の軍人。最終階級は陸軍少将。第二次世界大戦では第65不評師団などを率いた。スタンリー・エリック・ラインハートは1893年9月15日にアメリカ合衆国オハイオ州のポルクで生まれた。彼は1911年までオハイオ州ノースレッドハウの農村学校で短期間教師を務め。 1912年にニューヨーク州ウェストポイントにある陸軍士官学校へ入学。1916年に士官学校を卒業して少位に任官された。彼はテキサス州のフォートブリスに駐屯していたアメリカ陸軍野戦砲兵会配属された。1917年6月30日、ペイトン・コンウェイ・マーチ殉賞の副官として第一次。 世界大戦の最中であるフランスに赴いた。アメリカ合衆国の参戦から3ヶ月後のことである。同年末に西部戦線へ加わり、1918年2月12日から7月10日まで、アメリカ外政軍第2不評師団第17野戦砲兵連隊の英中隊指揮官を務めた。ついで、ラインハートは第17野戦砲兵連隊第1大隊の指揮を取り、 ソワソンやムーズアルゴンヌでの戦いに赴いている。彼は11月11日、すなわちドイツと連合国の間で休戦協定が締結された日まで大体の指揮官を務めた。ラインハートは第一次世界大戦における功績が評価され陸軍主君賞を受賞した。第一次世界大戦終戦から9ヶ月後の1919 19年8月4日、ラインハートは アメリカ本国へ帰国した。1920年5月5日にはニューヨーク州ウェストポイントでドレド出身のジャネット・クレインと結婚し、数おかずめを設けている。戦艦機は3年間陸軍士官学校で野戦砲兵戦術の教官として教鞭をとり、4年間式参謀大学や戦争大学で学び、2年間野戦砲兵学校で教鞭をとり、 三年間ハーイトン軍の参謀を務めるなどして過ごしていた。最後の四年間は、ウェストポイントで軍の水頭官を担っている。1942年2月16日にラインハートは、巡将へ昇進し、第25不評師団の砲兵部隊を率いて、オアフ島防衛のため太平洋へ赴いた。12月6日、彼は、ガダルカナル島の戦いを終結させるため、 ガダルカナル島へ向け出発した。1943年4月22日に陸軍省の要請で帰国し、カリフォルニア州サンフランシスコへ移っている。1943年7月1日から1944年12月18日まで、ラインハートはミシシッピ州のシェルビー基地で第65不評師団を組織し、これを訓練した。1945年1月10日、 第65不評師団の最高指揮官である彼は自身の師団を率いてヨーロッパ作戦戦域に加わった。彼の師団はザール川に位置していたジョージ・パットン少将指揮の第三軍機下となり西部戦線に参戦ドイツやオーストリアで戦っている。ラインハートの指揮下において第65不評師団はフルダ川、ベラ川、ドナウ川、イン川、トラウン川、 エンス川など多くの河川を敵前と化している。また、ザール類、ノインキルヒエン、オーバーウルゼル、フリートベルク、ハッテンバッハ、ベイブラ、ロッテンブルク、トレフフルト、ランゲンザルザ、ノイマルクと、レーゲンスブルク、パッサウといったドイツの諸都市や、シェルディング、エフェルディング、インツ、エンスなどのオーストリアの諸都市を占領した。 一連の戦闘が終結した時点で、ラインハート率いる第65不評師団は、首都ベルリンの東100マイルに位置していた。1945年5月8日の深夜、ドイツの降伏によりヨーロッパは終戦を迎えた。少々に昇進していた彼は、オーストリアのエルラウフに向かい、そこでソ連軍と落ち合った。彼らは、その際握手を交わしている。 彼の部隊の指揮を取り続けながら、ラインハートは、オーバーエースターライヒの軍政府長官に任命された。戦後しばらくは、第65不評師団や、第26不評師団の本営が置かれていたリンツに、ラインハートも在留していた。1945年10月15日にラインハートは、入院し、11月15日に、治療のため、アメリカ本国へ帰国した。 1946年9月30日、身体障害により30年の軍人生活に幕を下ろした。1975年に死去。スタンディ・エリック・ラインハートは、彼の軍歴の中で多くの勲章、希章を受けている。また、ソビエト親衛隊の名誉会員でもあった。ありがとうございます。